皆さんこんにちは、さくらです。今回は緊急でお話ししたいことがあって動画回してます。なんで緊急で動画回してるかっていうと、皆さんにご報告というかどうしてもお伝えしたいことがあります。本当はインスタグラムとかツイッターで文章でお届けしようかなって最初は思ってたんですけど、やっぱり私の一番の主軸って YouTube だし、文章だけで伝えるよりも映像と音声でちゃんと伝えた方が自分が思ってることが伝わりやすいかなって思ったので動画回してます。今日撮影してるのが8月の22日なんですけど、おそらくこの動画が上がる明日の8月23日が私が YouTube を始めて3年目になります。ちょうど丸2年経ったってとこですね。なんでわざわざこの3年目っていう節目で動画を回してるかっていうと、意思表明をしたいなって思いました。あんまり私こういうことって話したことなくて、視聴者さんからしたらなんで YouTube やってんのとか、なんか目標があるのかなとか、何をしたいのかなっていうことが多分わからないと思うんですよね。ちゃんと口に出して喋らないと。なので自分はこう思ってるよっていうことを伝えていきたいなって思ったので、今回こういう一本の動画にしました。今現在チャンネル登録者さんが約4300人ぐらいいらっしゃって、特にこの1ヶ月ぐらいはもう秋コスメのレビュー動画めちゃくちゃ上げまくってたっていうこともあって、すごく登録者数も再生回数も伸びていて本当に嬉しいです。ありがとうございます。コメント欄とかでもっとこのチャンネル伸びてほしいなって言ってくださったりとか、応援してますっていうコメントだったりとか DM とかが最近すごく増えてるので本当に励みになってて嬉しいです。でも正直まだ今の現状に満足してなくて、最終的にはチャンネル登録者数が10万人行きたいんですよ。10万人行きたいっていうのはチャンネルを始めた時からずっと自分の中では決めてたことで、言うの初めてなんですけど、今から100万人目指すってすごく難しくって、でも10万人だと金の盾がもらえるっていうので、まあ節目にもなるかなって思うし、そんなに簡単なものではないんですけど、死ぬ気で頑張ったらいけるかなみたいな感じで10万人行きたいなって思ってます。そのためにも年内で登録者数が1万人行きたいなって思ってます。今までも YouTube ちゃんと頑張ってるつもりでも、やっぱりこう自分の中で甘いなっていう部分があったりとか、動画投稿ちょっとお休みしたりとか、なんか内容雑だなって思ったりとか、あとは分析して戦略立ててやらないと YouTube って伸びなくて、でも私そこら辺がやっぱすごく甘いなって、全然できてないなって自分では思ってます。今登録者数って伸びにくいって言われてるんで、本気で目指さないとダメだと思うし、もう3年目なので、もう本当にこう自分を本気で追い込まないとダメだなって最近つくづく思ってます。多分私一番良くないところが、美容系の YouTuber さんってほぼ見ないんですよ。なんでかって言ったら、この人のこういうところいいなっていう風にいろいろこう分析してプラスに持っていければいいんですけど、どうしても比べてやっぱ自分の方が劣ってるって思って、見た目だったり画角だったり編集だったり見せ方だったり、いろんな部分でやっぱ自分がすごく劣ってるって思って病んじゃうんですよ。だから自分のメンタル守るためにずっと見てこなかったんですけど、でもやっぱり伸びてる人って絶対理由があるので、そこをちゃんと分析していいところは盗んでやってかないと本当ダメだなって思って、嫉妬するよりも人のことをちゃんと認められる人間にならないとこれ以上成長しないなって思うので、他のチャンネルも見て今何が流行ってるのかなとか、今どういう動画が受けるのかなっていうことは日々研究していかないといけないなって思ってます。ネットの社会ってすごく移り変わりが激しくって、 TikTok とかだと数日前流行ってたことがもう古いみたいなこととかってザラにあるらしくて、ネットって手軽に見れる分飽きられる速度もすごく速いんですよね。なのでやっぱり自分自身を常に磨き続けないといけないし、進化し続けないといけなくて、だからこう日々いろんなことにアンテナを立てながら生活していかないといけないなって思ってます。とは言っても自分の軸にしてるものっていうのは変えるつもりはなくて、私基本的に手箱そしか出さないんですよ。動画ではプチプラだったり韓国コスメとか中国コスメとか一切出さないようにずっとしてて、それをやってるので、やっぱり私の視聴者さんってデパコスが好きな方だったり、やっぱ美意識が高いしっていう方が集まって
ってくれてるので、まあ、そこはぶらしたくないなって思ってます。結構こう私思ったことそのまま動画で伝えてるので、そこも視聴者さんから評価してもらえてるところなのかなっていうふうに思ってるので、そこもぶらさずにやっていきたいなって思ってます。ただ最近ねちょっとねはっきり言いすぎて、一番典型的だったのがちょっと前に挙げたディオールのマスクにつきにくいリップのレビュー動画なんですけど、あれ私が悪いんですよね。視聴者さんのからのコメントとか DM とかで動画見て買うのやめましたって結構言われたんですよ。別にそんなに私影響力ないんで、メーカーさんからなんかクレーム来たとかは全然ないんで、まだ今のところ大丈夫なんですけど、私のね動画の作り方もちょっと悪いなと思ってて、動画撮るときっていつも最初パケの写真撮って、でその後スウォッチして、でその後動画撮影するのにメイクするんですけど、スウォッチした後に一回キャップ閉じたんですよね。さあ動画撮ろうと思ってキャップ開けたらカピカピになってたんですよ。ものの30分ぐらいしか開けてないんですけど、正直ねそれでねカピカピになるのもねどうかなって思うし、でカピカピになるんやったらなるで言っとってくれたらよかったのになっていうのは正直私も思ってはいるんですけど、複雑な気持ちですね。あれを見たらさ普通に考えて、まあ買わんわって思うの当たり前だと思うんですよ。あれ見て買うのやめましたって言われちゃうと、なんか私悪いことした気分になっててすごく複雑な気持ちになりました。申し訳ないなと思って、せっかく好きなブランドなのに。でも基本思ったことそのまま言うようにしてます。私提供とかじゃなくて自分で買ってるので、別に忖度する必要性もないと思うので、そこはぶらさずにやっていこうかなとは思ってます。この1年を振り返ってみると、去年の8月の末ぐらいにやっとチャンネル登録が1000人超えて収益化できたんですよ。始めてから収益化するまでに1年ちょっとかかって、そっから1年今経って、もうすぐ5000人いけそうぐらいのところにいるんですけど、ほんとねこの1年濃ゆかったなって思ってます。登録者が1000人超えるまでもしんどかったんですけど、1000人超えてからも結構大変で、企画が思いつかないとか、まあ一番しんどいのが思ってた以上に動画が伸びない時が一番やっぱしんどくて、まあそれも自分が悪いんですけど、なかなか自分が思った成果が出ないなっていうのがもどかしいというかしんどかったりとか、あとは最近割と平和なんですけど、一時期めちゃくちゃアンチみたいなのが湧いてて、コメント欄とか DM とかでめっちゃ来るんですよ。簡単に説明すると、ブスとかババアとかどっかのブランドのレビュー動画出してたら、お前がそこのブランド使うなとか、私あなたに何がしましたかっていうレベルで、会ったこともない人にめっちゃ文句言われるから、すげえなーと思って。私結構繊細なんですよ。ガラスのハートっていうよりもほんとメンタル豆腐なんで、私ちょっとなんかあるとすぐぐちゃってなっちゃうんですよね。なかなか結果が出なくてもどかしい思いをしてるっていうこととかも重なって、本当にね多分ね、私チャンネル始めてから多分軽く1000回以上はやめたいと思ってると思うんですよ。もういや、もう無理、もう嫌って結構思ってた時期とかもあって、でもここでやめたらなんか負けたみたいな感じに私なるじゃないですか。でそれが嫌やったし、やっぱり動画楽しみにしてますって言ってくださる方っていうのが、まあ、徐々に増えてきてるなっていうのもあったので、そのおかげで続けられたかなって思ってます。なのでいつも応援していただいてる方にはすごく感謝してます。ありがとうございます。私はもっともっと高みに登りたいなって思ってるので、今年はねほとんど休まずに頑張りたいなって思ってます。動画投稿もできるだけお休みせずに頑張っていきたいと思ってます。あとは実はですね、大きな目標が2つぐらいあって、これはですね大きすぎるのでまだちょっと言いたくないんですけど、見えてきたらちゃんと話したいなと思ってます。簡単に言うと、私はやっぱり化粧品が好きだし美容が好きなので、そういう美容のお仕事の幅をもっと広げていきたいなっていう風に思ってます。 YouTuber になりたくて YouTube 始めたっていうよりも、その先にやりたいことっていうのがあって、でそれをやるためには今の時代で SNS で数字持ってるっていうことがすごく大事なので、まずは YouTube を頑張りたいっていう感じでやってます。最後にですね、皆さんお察しかと思うんですけど、私本当におしゃべりが下手くそなんですよ。これ今喋ってるのも大体台本作ってるんですけど、5教科の中で国語が一番苦手で、本とか全然読んできてないし漢字も全然読めないんで、語彙力もなければ文章能力もないので、こう言いたいことがちゃんと伝わってるのかなっていう気はしてるんですけど、これからも精進していきたいと思います。理科とか数学とかの方が好きだったんよ、学生の時。あと社会とかね、日本史とか好きやったんよ。まあ、それはね、いいね。はい。これからも皆さんにとって役に立つ動画だったりとか、見てて楽しいなとか癒されるなっていう動画をたくさん作っていきたいなって思ってるので、今後ともぜひよろしくお願いします。またねー。